V ロード第2節3戦目バッターボックスは4番松田。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。さあここもつないでいけるか。打ちました、痛烈な打球、出ました、ファウルボール。低め、これは外れた。これが3球目、外角低めのストライク、ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ランナー釘付け。ランナーが二塁と三塁では全然この場面、打席には中村入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもピンチが続きます。まあ、この流れをここでしっかり立っておきたいですね。なるほど、そうですね。抜けた、セカンドランナー帰れば同点、ホームに送球、ライト前ヒット、ジャイアンツ8番。ここで打席には峰井入ります。さあワンアウトになりましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。また初球、セカンドの左、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、セカンドランナーサードがパスを蹴った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ追加点3対1。さらにご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。当然ね、ダメ押しまで行きたいですよ。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。